私の資産だ。組織を導くのは人であるが、彼を導くのは神の御心であろう。俺の力に興味があるのか？目を回しても知らないぜ。その程度の風で神より授かりし炎を消せはしない。危ねえ、遅れるところだったぜ。さて、先に抜くね。そうじゃなきゃ勝負になんねえだろ。まあ、そのような動きで目を欺こうとも、私は神の導きに従うまで。楽しませてくれよ。鼻をつく血の匂い、それだけで重ねてきた罪の多さがうかがい知れる。来ないのか。なら俺から行くぞ。なってきた。邪悪で暴力的な気配。槍を捨て、神の前にひざまずくことから学ぶのだ。目標発見。火力パッケージを求む。作戦開始。道具の便利さに身を滅ぼす前に、それらを創造した種の摂理について一度考えてみなさい。一生人を呪って生きていくつもりか。神は慈悲と愛で我々を受け止めてくださるという。おいでなすったら。待ったはなしだぜ。傲慢なる者よ、悔い改めなさい。神は当時さえも慈悲深くお許しくださるだろう。あなたは何を信じている？よるべがないゆえに破滅していくのか。主の命だ。悪いが死んでもらう。同じ炎でも信じる者によってその威力は異なるのだ。信仰とは口ではなく目で伝える。異端者を断罪する。悔い改めるのは怖いか。姉妹、あなたもまた異端と言えよう。よろしくお願いします。いくら明るく振る舞おうとも、悪は悪に変わりない。さて、気をつけな。すでに俺の間合いの中だぜ。異端者にふさわしい。最後まで口の重いやつだ。家計台に立たなければその罪を告白できないのか。神よ、今こそ審判の時。何があなたの目をくらませてしまったのですか、兄弟よ。なかなか骨がありそうだ。俺が力を貸してやろう。構えろ。目覚めなさい。邪悪な魂に囚われていては何も見えない。この世界の石、そなたに確かめるとし。異端者にふさわしい刑は公主刑、もしくは斬首刑。さあ、次の邪道を狩らねば。世界の運命を語る前に神に求める。さもなくば制裁の車輪があなたの体を引き裂くだろう。